はい、今日の教えて渡辺さんは少し視点を変えて今の中国について考えてみたいと思います。現在の習近平体制の中国は共産党への先祖返りを行っており、文化大革命のような状況にあります。また国民への監視を強め、自由がどんどん奪われていっている状況にあります。言い換えれば14億人の巨大な刑務所になっているのが現在の中国と言えないわけでもありません。中国ですが、改革開放により急激に国家を成長させ、そして経済の拡大を行ってきました。しかしその拡大の姿というのは一部の1億5000万人程度の OECD レベルの富裕層とその他大勢の12億人、この2つの2層構造にあった。これが現在の中国の構造です。そして現在不動産バブルが崩壊し、この1億5000万人のうちどの程度の人たちが豊かなままでいられるのかという状況になっています。では中国が改革開放路線を進め、そして完全な自由化路線になった場合、世界はどうなるのか、これを考えてみたいと思います。14億人の人たちがこのコロナ前のようにどんどん海外に出ていく、海外旅行をする、それだけで世界は今以上の大混乱に陥るのではないでしょうか。今日本はインバウンド、完全なオーバースペック状態になっています。観光公害が起きている状況です。この状況にコロナ前の中国人が日本に来たとすれば、日本のマーケット、日本の市場はどうなってしまうのでしょうか。また完全に中国が民主化し、我々日本人と同じような自由を得た場合、世界中に中国人が移民を拡大していくでしょう。当然日本にも大量の移民がやってくるはずです。これを望むのでしょうか。世界の資源の量は決まっています。現在資源インフレが起きているのも新興国グローバルサウスの発展により、グローバルサウスでの資源消費が増えたからであり、貧しい国が貧しいままであれば我々の資源の値段が上がるということはありませんでした。しかし需要が増えることによって全体的な価格が上昇してしまう。特に問題になるのが食料です。そのまま穀物のまま食べるのに比べ、鶏肉で6倍、豚肉で8倍、牛肉で12倍から15倍の穀物を消費しないと同じカロリーの食料になりません。つまりみんながおいしいお肉を食べれば世界中の穀物の量が不足してしまう。そして穀物の取れる量というのは水の量に比例する。つまり地球上で作られる穀物の量は決まっているわけです。それに対してみんながおいしいものを食べる、結果的にそこで奪い合いが起きる、衝突が起きる、戦争が起きる。このような状況の中で本当に中国が民主化することがいいことなのかということを別の視点で見た場合、考えなくてはいけないことになってくるわけです。非常に厳しい現実ですが、新興国が発展すれば平和になると学校などで教えますが、地球上にある資源の量が決まっている以上、それは不可能に近く、先進国が新興国レベルに生活レベルをどんどん落としていかない限り豊かにならない。また先進国の人口というのはせいぜい8億人程度しかおりません。大きく見ても先進国レベルの生活ができる人は8億人程度しかいません。それに対してですね、貧しい層というのはその8倍近く存在するということになります。これを標準化、平準化した場合、どういうことになるんでしょうか。中国、習近平が唱える改革開放路線の正反対の文化大革命、中国人の権利を奪い、中国人を抱え込んでいくこと、これが本当に我々から見て問題なのかということを考えた場合、別の見方も出てくる。
世界はそのような中で戦争を繰り返し、そして衝突を繰り返してきた。これまでも何度も何度もリセットされる社会、これはそのような衝突の中から生まれてきたものです。新興国が新興国であり続ける理由、これも一定の成長をしたときに一種のリセットが起きてしまう。ミャンマーが軍事政権に戻った。そして今ベトナムもバブルが弾けている。そのような中でどんどん繰り返されるリセットの中で現在の社会構造というのが存在する、この厳しい現実について見ていく必要もあるんでしょう。今日の渡辺さんはちょっとひねくれた見方の地球論でございました。